とペテルブルクのメトロに乗ってみよう。はい、どうもマリシカチャンネルへようこそ。ロシアモスクワに14年住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてくださいということで、今日撮影日は2024年6月29日なんですが、今フォーラムに出席するためにサンクトペテルブルクに来ています。で、今日はフォーラム2日目なんですが、私の出番がお昼過ぎということで、こちらねメトロに乗って自分でフォーラム会場まで行きたいと思います。で、その様子をね、YouTube で動画回さないということはできなかったので皆さんにお見せします。と言っても私ペテルブルクのメトロ乗るの本当7年8年ぶりぐらいでして、あまりね、自信はないのですが、まあモスクワとそんなに変わらないかなというノリで、乗っていきます。で、ペテルブルクのメトロといえばですよ、1回券を買おうと思うとこういうジェトンというコインでね、行くのかなと言ったりね、そういうイメージがあるんですけど、実際はどうなんでしょうか。こちらプロシャチバスターニア駅というところから出発してきます。では早速乗ってみよう。はい、では、こちらのプロシャチバスターニア駅から、スタートです。入ります。おお、涼しい。まず私はチケットを買わないとダメなんですが、チケットはこういう販売機で買うのでしょうか。どうなんだろう。извини меня, подскажите, пожалуйста, как можно купить за одно проезд жетон или как? Или сейчас в кассе можно, да? Хорошо。はい、ということで私はもうチケット売り場で買えということでね、この列に並んで買います。なんかチケット売り場もすごいおしゃれですね。はい、じゃあここに並びます。今外がプラス30度あってめっちゃ暑かったんです。でもこの建物の中は、クーラーが効いてて涼しくて助かりました。じゃあね、列に並んでいます。Так, здравствуйте. За одну проезд, пожалуйста. А чем отличается? Там 70 рублей и 49 рублей. А 49 это? Ну, давайте жетон, пожалуйста. Я... Да, хочу. Картой оплачу. Так. Спасибо большое. Хай. Кочера. はい、ペテルブルクメトロといえばね、やっぱりこの古き良きジェトンをね使いたいと思ったので、カードだったら49ルーブル、このジェトンだったら70ルーブルなんですけど、この70ルーブルの方買いました。見てください、サンクトペテルブルクって書いてありますね。あ、こちらね大きさは、多分10ルーブル、日本円で言うと100円ぐらいの大きさだと思うんですけど、せっかくなのでこのジェトンと一緒にセルフィーしときます。はい、じゃあ、このジェトン使っていきます。はい、こちらはね改札なんですけど、ジェトン извините, как это пользовать? Сюда, да? Положить? ここに入れます。ジェトン、спасибо。通れました。そう映しとかないと。こんな感じの改札で、多分ね、改札は入り口しかないので、どこまで行ってもこの値段ですね。わー、そしてやっぱりロシアのメトロといえば深くて長いエスカレーター。本当にこのね、地下鉄の建物内涼しいのが助かります。まだ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 やっぱ長いですね。はい、モスクワのメトロより長いかもしれないです。まだまだ続くのか。多分降りるのにこれ、3、4分ぐらいかかりそうですね。はい、じゃあそれまでときとし。はい、やっと、下まで降りれました。私はこの緑のラインに乗り換えしないとダメなので、乗り換えの方に行きますが、ペテルブルクのメトロも
モスクワメトロに負けないぐらい美しい駅です。記念セルフィーしときたいと思います。はい、もしかしたらね、サムネに使うかもしれませんもんね。はい、では、緑のねマイヤコースカヤという駅にすぐ乗り換えです。行ってみよう。乗り換えするには、こちらのエスカレーターで上がるということで上がってきます。マヤコースカヤ、赤のライン、バイバイ。たーく、あ、これで乗り換え終了。早いですね。エスカレーター上がっただけで乗り換え終了しました。では、どっち方面なんだろう。ちょっと今携帯閉じて地図見るか。あ、地図書いてあるやん。私が行きたい方は、この駅にはなさそうですね。ではこっちか、反対側や。そうそう、こっちや。私は、プリモールスカヤという駅に行きたいのでこっち側ですね。で、ここメトロすごい、モスクワメトロとの違い見つけました。メトロがね通ってくるのが見えないんですよ。ほら閉まってて、え、これ何、ここで待ってたらいいのってことですよね。電車の姿が見えない、大パニック。ここがねモスクワメトロとの大きな違いですね。ここのドアが開くともう電車があるということで、事故とかがね本当になくていい方法だと思います。すごい。ちょっとアウトカメラにして映して電車を待ちたいと思います。ほら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 、見て、反対側電車来たよ。こうやって、そうするとさ、これさドアの位置とか分かるからいいよね。ちゃんとみんな列になって並んでるし、こっちの方が少ないかな、人が少ないところから乗ろう。ここに絶対、電車のドアが来るっていうことですもんね。多分ですが、音的に多分電車が到着したんじゃないかなって思います。音的にね、ドア開くんかな。おお、電車がある。すごい不思議な感じ。地下鉄の中はこんな感じですね。そんなにほどモスクワメトロと変わらないかも。ただ人が多い、はい、人が多い、はい。こちらもねドアの上のところに地図があって、電気でこう点滅してね、今ここですよ、次ここですよってなるので、まあ、分かりやすいですね。私は3駅目です。3駅目です。はい、フォーラム会場の、最寄り駅プリモールスカに着きました。あ、こちらはモスクワと同じような感じで、もうすぐに駅が見えるということはあのドアじゃないんですね。じゃあ、メトロのこんな風になってたんだ、こんな電車でしたっていうのをね撮っておきましょう。ね、電車メトロと、セルフィーできるということですね。こちら、プリモールスカヤ駅は、ちょっと中心部から離れているといっても、もう3駅だけなんですけどね、3駅進んで中心部から離れているので人が少ないですね。ということは多分人が多くて混み合うところは多分ここから押し出したりとか、落ちたりとかのね事故がないようにああいうドアの形になっているのかなというふうに思います。では、次の電車が入ってくるのを待って、それをアウトカメラで撮ってから、外に出たいと思います。次は、緑色の電車が来ましたね。はい、じゃあ、外に出ましょうか。出口はあっちかな。そういえばこちらがねペテルブルクメトロの路線図となります。モスクワメトロと比べたら環状線はないし、
4本5本ぐらいしかね通ってなくて、すごいすっきりとした地図ですね。じゃあこのまま、出口に向かいます。こちらね上がってきたんですけど、駅の中にこんな、キオスクみたいなお店があります。すごいいいですね。はい、福スナエトチカさん、マクドナルドさんのね、バイトの募集の広告がありました。はい。じゃあエスカレーター上がって、おお、こちらのエスカレーターもめちゃくちゃ長いです。エスカレーターのところにある広告も面白いなと思って、プーシキンビエチナエスカスカ。こんな感じで、広告が置いてあるんだなと思って動画回しましたけど、長い、もうね 2,3 分ぐらいこのエスカレーターなのにまだまだ着かないですね。はい、やっと上まで着きました。でね、気づいたんだけど、ペテルブルクメトロの方はこのエスカレーターがこうね、まっすぐになるのが早い気がします。あ、出口はもう改札とかもなしにすんなり出れる感じですね。では出ます。すごい、やっぱりねメトロのね、出てすぐはこういうショッピングモールとかあるんですね。プリモールスカイ、そういえばあのペテルブルクメトロのねマークはね、こちらです。はい、ということで無事フォーラム会場の最寄り駅まで着きました。ペテルブルクメトロの動画見れて楽しかったよ、乗ってみたいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、パカパカ。フォーラム2日目も頑張ります。チャンネル登録よろしくね。